森の奥でハルババのクラクラ実況。はい、どうもハルババです。こちらのね、対戦をご覧ください。81対81、パーセントね、総破壊率の勝負というね、かなり際どい勝負だったんだけど、まあなんとかね、うちの方がね、接戦をね、もぎ取ることができたと思います。はい、今日はね、こちらからね、一つね、すごいリプレイをね、見たいと思います。こちらね、かなたさんっていう方、うちのクラメンさんなんですけれども、こちらがね、やられたリプレイになるんですけども、3番のね、これなんて読むのかわからない、3番のこのね、こちらの方ですね。もう本当にね、うまいっす。中核ランってなんかそういうなんかちょっと悪いイメージ若干あるじゃないですか、チートとかね、なんかまあ、あるじゃないですか、なんかそういうね、世間の認識としては。ただね、こちらの方に関してはもう純粋にうまいと思ったので、はい、ご紹介させていただこうと思います。戦術としてはね、こちらのね、ユニット見てください。クイヒーラバルですね。はい、ご覧ください。3次面からクイの投入か、クイヒーですね。でここでね、ウォーデンですね。ウォーデンを投入することによって、クイーンの延命というか、ヒットポイントが上がるとか、そういうことでしょうかね。はい、ここもね、4時目あたりのガーゴイルとかでね、しっかり削って、クイーンがね、それないように、下にね、行かないようにしてるんですよね。この辺からもね、ここのガーゴイルとかね、しっかり削ってるんですよ。なんかもう削れるところは削って、その時間切れを防ぐとか、ね、その、基本的なね、基礎っていうのはしっかりしてなくてはね、こういうのはね、ちょっと思いつかないとは思うんですね。どうしてもクイーンの動きにね、集中してしまいがちじゃないですか。もうすごい、素晴らしいなと思ったんですよね、単純に。はい、でこんな感じで呪文工場を破壊して、でこの辺からね、12時面からそうですね、バーバリアンキングを投入するんですよ。これによって、クイーンをね、ウォールベーカーで12時の破壊、12の壁破壊で、クイーンをね、中に入れようというね、魂胆なんですけども、まあね、的確ですよね。そしてこのね、流れていくバーバリアンキングを利用してアーチャークイーンを処理と。かなりの技術を持ってないとちょっとできないですよね、これ。なんかね、やっぱタウンホール10ってね、今本当に難易度がやっぱダントツでやっぱ難しい、タウンホール帯だと思うんですけれども、これはね、もうかなり、単純にめっちゃうまいですよね。でこの辺からですね、でポイズン使いのアースフォアと、ロイヤルクロー。でこの辺から、ラバルトーニーですね、ラバルパートですね。まあ、この辺もね、もうしっかりもう、間違いなくうまいですね。こうやって感じで反時計回り、なんかね、やっぱこのフリーズもね、ちゃんと綺麗なんですよ、これも。なんかね、この久しぶりにこう純粋に上手い人見たなっていう感じで、すごいね、敵ながら見ていてすごい楽しい気分になったみたいな、やっぱこういう上手い人、このフリーズも上手いですよね。ちゃんとインフェルノタワーとね、なんかテスラ2機しっかり抑えてるんですよ。まあね、こういうたまにね、こういう上手い人の、ガチ上手い人のリプレイって見ると、本当になんか、楽しい気分になるなっていう感じですね。タウンホール11のね、前回リプレイっても本当に楽しいんですけれども、やっぱりタウンホール10の、なんだろう、前回リプレイって本当に、まあね、こうご覧いただければわかると思うんですけども、かなり技を感じるんですよね。導入タイミングとか、本当にうわ、これもうドンピシャだわとかね、まあそんな感じの、はい、攻撃ですよね、タホール10ってのは。はい、というわけで、敵ながらお見事全開といった、感じですね。クイヒーラバル、皆さんも、よかったらやってみてはいかがでしょうか。できねえな、こんなのは。やってみてはいかがでしょうか。練習しましょう、みんなで。はい、ご視聴ありがとうございました。